クラウス・テップファークラウス・テップファーは、ドイツの政治家、環境政策専門家、キリスト教民主同盟所属、1998年から2006年まで国際連合環境計画事務局長を務めた、ドイツ国にイダーシュレジエンのバルデンブルク生まれ、マインツ、フランクフルト、ミュンスターの各大学で経済学を学ぶ。 1968年ミュンスター大学で博士号を取得する。政府機関勤務を経て、開発政策に関する教授、政府顧問となり、1985年、ラインラントプファルツ州環境、保健大臣に就任する。1987年、ヘルムート・コール内閣の連邦環境、自然保護、原子力安全省に就任する。1994年地域計画。 公共事業、都市開発省。1990年から1998年まで、ドイツ連邦議会議員も務めたほか、セディでは1992年から1998年まで、党運営委員会委員を務めた。1998年国際連合事務次長、ユネップ事務局長に就任し、ユネップ本部のあるケニアのナイロビに移る。 2004年のスマトラ島沖地震では太平洋諸国に被害を与えた津波対策に尽力している。2006年事務局長を辞し、公認にはアヒム・シュタイナーが就任した。ありがとうございます。